西川隆則は日本のミュージシャン、歌手、作詞家、俳優、声優、ラジオパーソナリティ、司会者、実業家。滋賀県彦根市生まれ、滋賀県安市育ち。所属事務所はディーゼルコーポレーション。血液型は A 型。身長161センチメートル。既婚。妹が2人いる。父は地方公務員。母親は 市民病院に勤め、母方の祖父は警察官という公務員家系に育つ。小学校時代は剣道をしており、中学時代はハンドボール部に所属。家庭環境は音楽と縁遠い環境だったが、小学校高校学年にラジオで初めて洋楽に触れる。中学時代の文化祭で洋楽のコピーバンドのボーカルとして初めてステージに立ち、その後歌を 自分の拠り所にし、バンドやそのライブ活動に明け暮れる。当時のバンド名は、エルフ。安高校時代は、バンド活動にはまり遅刻や早退を繰り返していた、ことや、ミュージシャンとして髪を伸ばしていたことが、高速違反になるなどで教師と口論したことなどから、高校を退学。その後、大阪スクールオブミュージック、専門学校高等課程に席を置き、そこで知り合ったメンバーと、 ルイス・メアリーを結成。人気を得るに従って、授業に出席できなくなり、卒業はしていない。3日間の補修で卒業できたものの、それさえも渋ったとのこと。2009年10月1日、西川に借金の返済を迫られているので、金を貸してほしいと持ちかけ、5000万円を騙し取ったとされる詐欺事件が報道された。2003年に起こった事件で、 返済期限が同年7月だったが、西川は2004年11月まで待ったものの返済がなかったため、被害届を出した。また、ミュージカルザ・ミュージックマンで詐欺師役として出演し、制作発表の記者会見で反対側であれば、なんとなく気持ちはわかるんですけど特徴し、自分の役の糧になると思うので、舞台で確認していただければと自虐的に語った。 ルイス、メアリー時代に所属していた事務所が爆竹の事務所であったため爆竹メンバーとは先輩後輩の中である。北川恵リ子とは1999年発売の西川の写真集この声の向こうにでの対談をきっかけに2000年に TBS 系で放映されたドラマビューティフルライフに出演。また2004年にフジテレビで放送された。 ノンフィクション番組 t m レボリューション西川隆則の真実のナレーターを北川が担当したりデビュー10周年を記念して2006年に西川本人の編集により特別刊行された月刊角川に登場したこともある後輩ミュージシャンの 175R の初号、ジャクソンバイブのグローバー儀はラグフェアの土屋レオートは当時担当していたラジオ番組オールナイト日本でのつながりで ユニット、しぐれに、を結成している。なお、しぐれにでは、東日本大震災の発生に伴い、2011年4月2日に、ニコニコ動画とギャオ、似てく時間にわたって放送された、被災地にエールを送ろう。今こそ立ち上がれ日本。スタンダップ、ジャパンで、西川をメインパーソナリティに、他の3人が、サブ MC で番組を進行するという形で共演を、果たしている。 2011年に、ラルク・アンシエルの徹也のソロアルバム、カモンの収録曲、Are You Ready to Ride? にバッキングボーカルとして参加している。2002年に離婚をしてからも、2013年に、西川が主催する、稲妻ロックフェスティバルにパフィーとして参加したり、プライベートでも二人きりで食事をするなど、吉村由美との交流は続いている。2008年、ロックバンドハイマイティーカラーが、 ホットリミットをカバーした際には西川貴則本人がミュージックビデオにゲスト出演した。スキャンダルとはレコード会社の先輩後輩の中。プレイステーション3用ソフト戦国バサラ4のオープニングを西川がエンディングをスキャンダルが演奏し、2014年2月12日にはスプリットシングルカウントゼロランナーズハイが発売された。デンジャラスと仲がいい。 ルイス、メアリー時代に使っていたライブハウスで同時期にお笑いライブを行っていたことが縁で仲良くなった。特に安田和弘と仲が良く月に一度は飲みに行く。ライブの MC の内容を相談したり、ラジオ番組のフィードバックをもらう中。高橋みなみとは振動本兄弟で共演経験があるほか、第6回 AKB48 じゃんけん大会で、 高橋がホットリミットの PV の衣装をモチーフにした衣装で登場し、西川本人もゲストとして登場した。その他、西川のライブに高橋がゲストとして登場したり、高橋が西川が設立した株式会社トップの特別顧問に就任したりと、信仰が深い。そのため、熱愛などと噂されることもあるが、それについては、それを通り越して、 家族みたいと2016年4月9日付の産経スポーツに寄せた独占手記で述べている。各ユニットにおけるリリース作品については以下の記事それぞれを参照のこと。いずれも廃盤。レギュラー単発、2021年東京公演6月22から26日大阪公演7月10から11日、天才テレビ君、ザ・ステージ、バックツー・ザ・ジャングル・マーベラス・西川役で、 映像出演美和湖に面した滋賀県草津市、カラスマ半島芝生広場で毎年9月に行われる野外音楽フェスティバル。西川隆則が主催。西川隆則マスコットキャラクタータボくんが公式キャラクターを務める。ありがとうございます。